こんにちは、フィールドテスターの山本です。今日は長崎県の五島列島蒲島っていう島に来ています。22年発売のニュートーナメント 3000XHLBD、 このモノコックボディの回転の滑らかさと巻き上げのパワー、無事長を通してご紹介したいと思います。よろしくお願いします。竿はトーナメント磯 1.5 号の棒3、リールがニュートーナメント、道糸は 1.65 号で、ハリスは 1.75 号です。で、針はマルチの 5.5 号で、浮きは0の02、01っていうやつを使ってます。で、ガンダムは G7 を打ってます。もうやっぱり五島といってもね、やっぱこの時期だからもう白子持ってるんですね。ほんだけ杭が悪いんで、ちょっと浮力を殺し気味で沈め持って食い込ますっていうような感じで、どうしても浮きに浮力があったらね、離すっていうことが多い感じがしますのでね、まあ当たってる最中に浮きもゆっくりこう沈んでるっていうようなイメージでやってます。お、来ましたよ。おお、さすがゴドレット、魚影が濃いですね。あ、回転がすごく滑らかですね。回収する時も刺し絵がついてるか残ってるかっていうのが分かるぐらいね、滑らかな感じです。お、おー、なんか来た。あー、巻き上げ軽いですね。やり取り中も、ドラグがね、微妙にね、細かく出てるんですよ。すっごい正確に出てる感じがします。やり取り中にね、ちょっとこうパワーが、魚がパワーが勝った時に、設定以上に出た時にちょびちょび出てるんですよね。で、音が聞こえますので、どれぐらいドラグが動いてるのかっていうのがね、ものすごく分かります。これ大きな魚取る上でドラグの動きが分かるっていうのが大きなメリットやね。お、いいサイズ。今度はいいサイズやね。よし、釣れました。いやー、いい。ニュートーナメント、巻き取り滑らか、パワー感たっぷり、それにね、このドラグがね、気に入りました。すごくいいです。多分ね、結構早めに当たってるんですけどね、食い込まないんですよね。で、ちょっと今回は食い込むまで待ってみました。いや、巻き上げ回収時のね、回転が滑らかすぎてね、刺し絵がついてるか残ってるかっていうのがね、分かるんですよ。あ、まだ刺し絵ついてるとか、取られてるっていうのが分かるんでね、すごいいいですね。遠投した時ね、ちょっと回収した時に餌が残ってたらね、またそのままステイできますしね。やっぱ浅いんかな。あ、
これちょっとね、棚を浅くしてみたんですけどね、そしたらこれお長グレ来ましたけど、まあ、これぐらいのサイズが活性が高そうですね。ね、あの先ほどまではね、裏のあのワンドの中をね釣ってたんですけど、なかなかサイズアップしないのでね、ちょっとあのその先端にある足場に移動してきました。ここもあんまり潮は取ってないみたいなんですけど、ちょっとまさかのでっかいグレが釣れるかもわからんのでね、ちょっとこっちでやってみます。あ、結構流れ出したのかな。あ、結構流れ出しましたね。100メートルぐらいね、ゆっくり流れるんで流してるんですけどね、当たりないです今のところ。回収しますね。いや、あの遠くからね沈めた浮きを流れに逆らって巻いてきてるんですけどね、巻き取りがすごく滑らかで軽いです。まあ、ほんとね、竿は負荷で曲がってるんですけどね、リール巻いてたら全然負荷がかかってないような感じですね。やっぱ巻き取りのパワーがすごいんですね。あのモノコックボディになってギアがね、一回り大きなギアが入ってるんですよ。ですからね、巻き取りのパワーがすごく増してるように感じます。エサ残ってますね。ちょっと仕掛けっていうか、大きめの重りでねズドンと落として刈りながら流そうと思います。潮だったらね、こう巻き餌が集まるからそんなに巻き餌いらんのやけど、あんまり潮ちゃうかったら魚が寄ってこないね。何か来ました。おお、あ、イサギですね。イサギいるんですね。よいしょ。マダイと思ったんですけどねマダイの手前にイサギがいます。お、あ、根にすられるか、耐えろ。やりました。ハリス強いですね。今棚に吸ったんですけどね、なんなく上がってきます。お、来たよ。お、なんだろう。巻き取りのパワー感が強いですねこれ。よし、お、いいサイズの上や。釣れました。いやね、このニュートーナメントすごいね、巻き上げのパワー感がありますのでね、まあ、このサイズのグレでも竿をギューッと溜めてリールをね
軽く巻くだけでね、魚が寄ってくるようなイメージでしたね。すごく取りやすいです。このリールパワーがありますので。今日ニュートーナメント1日使ってみまして、まず一番感じたのはね、やっぱりモノコックボディになって、剛性の強さ、こう魚とのやり取りの時にね、巻き取りのパワー感というのがね、すごく感じられました。あと回収時の回転の滑らかさも全てね良くなっています。それとね、あとドラグね、このチリチリっていう音、そこ僕はねすごく気に入りました。今日使った3000円クセッチなんですけどね、従来の3000番とギア比は同じなんですけども、ギア自体がね大きくなってるんですね。ですからパワーがねすごかったです。大きな魚にチャレンジされてる方にはね、ぜひおすすめです。